岡倉先生の思い出、和辻哲郎。今度、岡倉和夫氏の編集で、岡倉天心全集が出始めた。第1巻は、英文で発表せられた東洋の理想及び日本の覚醒の役分を載せている。第2巻は、東洋に対する鑑識の性質と価値、その他の詩編 第三巻は茶の書を含むはずであるという岡倉先生の主要著作が英文であったため在来日本の読者に比較的縁遠かったことは岡倉先生を知る者が皆遺憾としたところであった今その障害を除いて先生の天才を同胞の間に広めることは誠に喜ばしい企てであると思う 岡倉先生が晩年、当大学文学部において、東洋工芸誌を講ぜられたとき、自分はその超高生の一人であった。自分の学生時代に最も深い感銘を受けたものは、この講義と大塚先生の最近文芸誌とである。大塚先生の講義は、その熱烈な工学心をひしひしと我々の胸に感じさせ、 我々の学問への熱情を知らず知らずに煽り立てるようなものであったが、それに対して岡倉先生の講義は同じく熱烈ではあるが、しかし工学心ではなくして芸術への愛を我々に吹き込むようなものであった。もちろん先生は芸術への愛を口にせられたのではない。ただ、美術史的にさまざまな作品について語られたのみである。 しかし、先生がある作品を叙述し、それへの視点を我々に解いて聞かせるとき、我々の胸には、おのずからにして強い芸術への愛が湧き上らずにはいなかった。一言に言えば、先生は我々の内なる芸術への愛を煽り立てたのである。これは、あの講義の事実的内容よりも、はるかに有意義なことであったと思う。 先生の講義が右のごとく我々を動かしたのは、先生が単に美術品についての事実的知識を伝えるにとどまらずして、さらにそれらの美術品を見る視点を我々に与え、美術品の味わい方を我々に伝えたがためであったと思う。この点において先生は実に非凡な才能を持っていた。今でも自分は昨日のことのように思い起こすことができる。 シナの玉についての講義のときに、先生は、玉の味が単に色や形にはなくして、触覚にあることを説こうとして、適当な言葉が見つからないかのように、ただ無言で右手を上げて、人差し指と中指とを親指にすりつけてみせた。そのとき、あのぎょろりとした目が一種の潤いを帯び、ふてぶてしい頬に、 勘に絶えぬような表情が浮かんだそれを見て我々は「なるほど」とガテが言ったのである。また奈良の薬師寺の三尊について語った時先生はいきなり「あの像をまだ見ない人があるなら私は心からその人を羨む」というようなことを言い出した。そうしてあっけに取られている我々にあの三尊を「 初めてて見たた。の感銘を語って聞かせた特に先生が力説したのはあの像の肌の滑らかさであったように思うあの像もまた単に色や形をのみ見るのではなくしてまさしく食感を見るというべきものであるそれもただ銅のみが与えうるようなしたがって大理石や木や間質などには到底見ることのできないような 特殊な触覚的の美しさであるしかもそれが黒青くよどんだそのくせ恐ろしく光沢のある深い色合いと不思議にぴったり結びついているそういう味わいに最初に接した時の狂嘆あの狂嘆を再びすることができるなら私はどんなことでも犠牲にするこの言葉は今でも自分の耳に焼きついている 先生は別にそれを強めて言ったわけでもなければ、また特に注意を引くような身振りを持って言ったわけでもない。が、その言葉には真実がこもっていた。そうして我々は、まざまざとその味わいを得得することができたのである。こういうふうな仕方で我々はいろいろの味を教わった。自分はその時の印象によってのほか、岡倉先生を知らない。 密かにに思うにあれが岡倉先生のの最も本質的な面ででああったのであろう先生がインドにおいてどういうふうに独立を枯水したかあるいは美術院の画家たちにどういうふうに霊感を与えたかさらにまたいずラの漁師たちをどういうふうに扇動して新式の網を作らせたかそれらのことについては自分は何も知らない。 しかし先生が最も良き意味において扇動家であったということは右の印象からも推測せられるであろう先生が明治初年の廃仏希釈の時代にいかに多くの傑作が焼かれあるいは二足三門に外国に売り払われたかを述べ立てた時などには実際我々の若い血は湧き立ち明治をしがたい興奮を感じたものであるが あの先導は決して策略的な先導ではなかった。我々のうちの眠れるものを覚まし、我々のうちの良きものを引き出すのが先導の本質であった。これらの階層にふけるとき、岡倉先生の仕事が再び広く読まれることは、心から願わしいことに思われる。